熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇西方校舎グリーン環境科、前身である阿蘇農業高校の林業科と農業土木科を受け継いだグリーン環境科は、6年前から阿蘇を取り巻く大草原の保全のため様々な活動を続けている。野焼きが行われなくなった草地での植生調査、学校が管理する演習林での和地焼き、かやぶき屋根の伝統を受け継いだ工作など、その活動は多岐にわたる。眼前に広がる草原がいつまでも残されることを願い、生徒たちは今日も大草原の海原へと漕ぎ出す。本校はですね、もともと阿蘇農業高校の時から続いています。今阿蘇西方高校、阿蘇中央高校になっているんですけども、110年以上ですね歴史があります。本学科はグリーン環境科と言っていますが、林業科と農業土木科ですね、このコースをそれぞれ受け継いだ学科になっています。1年生の時は共通で測量の勉強をしたりですねあるんですけども、2年生から林業コースと農業土木コースに分かれて、それぞれですね専門の学習をしていきます。もともと草原学習をする時間っていうのがないのですが、専門科目から少し外れてしまうんですけども、それをできるのが課題研究という授業です。週に4時間ですね授業がありますので、その中で地域の課題を見つけてクリアするために自分たちに何ができるか、生徒たちが考えて自主的に動いていく活動の時間でもあります。その中で私が来て8年になるんですけども、6年前からですね草原再生の活動をし始めました。当初はですね草原再生協議会に加入をさせていただきまして、情報収集ですね、私何も知らなかったもので、もともと阿蘇の出身じゃないので草原を見るだけですね、綺麗だなと思ってたんですけど、なんか後継者がいなかったりですね、農業後継者がいなかったりということで、なかなか草原が守られない危機的な状況にあるということをそれで知りました。でこれはどうにかしなきゃいけないなということで、課題研究の授業の中で取り組んだんですが、当初は私も生徒もですね知らなかったので、勉強をお互いですね一緒にするような形でした。でだんだん年数を経るごとに、子どもたちが草原学習を経験している子たちがだんだん入ってくるようになりまして、じゃあそれをもう草原の学習はベースができているので、それを生かして何かできないかということで、かやぶきの屋根をですね作ったりとか、植生調査を大学の先生と一緒にやったりとか、そういう取り組みをですね、いろんな方面にわたるんですけども、取り組みをさせていただいてきました。そうです、小学校時代に草止まりを作ったりとかですね、花を見つけて草原を回って歩き回ったりとか、そういう活動をしてきたということがちらほら子どもたちが入ってくるようになりました。私はもともとこの生まれ育った阿蘇の草原が大好きで、この草原に少しでも携わることができる学科を探していたときに、このグリーン環境科の存在を知って入学しました。夏休みに毎年岡島演習林に行き、下刈りや植生調査などを行ってきました。演習林は急な坂やとても多く、とても大変でした。草原調査がですね4年目になります。これも生徒たちとの活動の中で、草原再生班と言っている割には再生してないじゃないかという意見がありまして、どっかを再生させたいねっていうのが生徒から出てきました。でそこでいろんなところに相談をして、龍神牧屋さんがですね、もう後継者がいなくて、牛が離せないということところがあるということを聞きまして、でお願いに行ってですね、心よく再生していいよということで、受けていただきまして、4年目の調査を前回終えたところです。はい、私も調査の具体的な方法は分からなくてですね、
環境省さんの方に尋ねたりですね、と協議会の高橋先生のところに相談して、やり方を教えてもらいました。8月に草原調査を行った際に、やっぱり増えている前の年よりも増えている 植物よりも減っている植物の方が多かったので、やっぱりこの私たち若い世代が野焼きなどをして、少しでも今の草原を維持していけるように頑張らなきゃいけないなと思いました。自然ということで、かなり時間が長いスパンの中で生きていくものなので、少しずつ傾向は見えてきてですね、もともと改良装置でしたので力芝っていうのがですね、多かったんですけども、その種類が減ってきています。でだんだん自然の装置に近い形ですね、草原に近い形の種が増えてきているっていうところまでは高橋先生の指導でですね分かってきたんですが、もう少し時間をかけて外からいろんな種類がですね輸入してきてからもっと良くなるんじゃないかという傾向で、もう少し時間を置いてからまとめてみましょうかというところで、まだ継続が必要かと思います。はい、本校阿蘇農業高校の時からですね守られてきた森があります。そのところからと思うんですけども、半世紀以上ですね、和地焼きですかね、と野焼きですね、地域の牧野と一緒にやってきたと聞いております。まず和地切りをですね9月ぐらいですかね、行います。その後2週間ぐらい乾燥するのを待ってから和地焼きを、にあたります。はい、今年の和地焼きはですね、ちょっと雨の後ということもあって、なかなか燃えにくくてですね、時間がかかったというのがありますが、生徒たちはよくですね、頑張ってくれたと思います。草原の成り立ちとかですね、今まで維持されてきたっていうのを考えるのは、そこが一番大きなところかなと思いますし、生徒たちも、公に火を扱いますので、結構楽しんでですねやってますよねと思います。はい、そうですね、特に和地切りが一番大変なんですよね。こんな斜面のところをですね草刈り機でいかんといかんので、私も一緒にやるんですけど、もうお願いしますという感じで頼もしいですね。自分たちで、ガンガン行ってですね、安全な方法も自分たちは分かっているし、それとも積極的にですね、嫌な顔はもうする子は全然いないので、しっかりも戦力として、見ていますね。はい、和地焼きを通してその前に和地切りを行ってきました。そこを切った草を釜で中央に集めていき、そこを火で燃やしていきました。私たちは火消し棒やシューターなどを払い、急な坂道などを下って火を消していきました。私はこの経験で野焼きをするまでがとても大変だということを知りました。私は地元に残るので、これから地元の山や阿蘇の草原を守っていけるように頑張っていきたいと思っています。数年前からですね、演習林の横の林をですね所有されている方が、和地切りをできな高齢でできなくなりましたということで、どうにかできないかということで市役所に相談されて、で市役所から本校に相談がありました。で、そういう状況が多くなっているのは知っていましたので、何か協力できないかということで、そこの分については生徒たちがですねボランティアで、和地切りと野焼きですね、和地焼きの焼きまで、一緒にですね管理できるような状況に今なっています。私はもともと熊本県の南の方の出身なんですけど、転勤するまで阿蘇にほとんど来たことがありませんでした。で、阿蘇に来て初めてこの景色ですね、それを構成している草原、その裏に人々の営みがあるおかげで年々ですね脈々と受け継がれてきたということをですね、勉強して初めて、中に入って初めて知ったということがたくさんありました。ただこれをしっかりみんなが共有をして守っていかなきゃいけないという思いが、この活動をですね続けてきた元にあるのかなと思います。私の父がよく野焼きの手伝いをしているので、将来機会があればですけど、できれば一緒にできればなと思っています。私たちがこれまで行ってきた植生調査や
野焼きなどこれから頑張っていてほしいと思います。またこれからの阿蘇を守っていけるように頑張っていてほしいと思います。私たちが行っている活動は、本来専門の学習とは少し離れたところにあるかと思います。ただその中でも、地域に残る子たちがですね、数多くいますので、その子たちが、草原の価値にですね気づいてくれて、地域の区役だったりですね、そういう中で、少しでも活躍残って活躍してくれると、いいなと思っています。小中学生の皆さん、僕たちと一緒に草原を守りませんか？阿蘇中央高校で待ってます。待ってます。